ぞみとおるかとマリナルと雪村とあつぼです。パソハニパソコン&インターネットクイズイエーイ。わーイということで我々ね、はい、日々インターネットで活動していて、しかもねパソコンを使う機会が普通の人より多いじゃないですか。はいはいはい。まあ自分がね普段お仕事とかで使っているものについては、うん、知識としてね入れておかないといけないんじゃないかなと思うわけですよ。やっぱなんか電気工事する人が電気工事についてあまり実は知りませんでしたとかだと不安でしょ。いや怖い許せない許せない。そうだからまあ我々も自分がね使ってる仕事道具について知っていきたいなと思いますので、今回はねパソコンそしてインターネットに関するクイズを持ってきたので、ぜひ一番多くね正解を目指して頑張っていってください。頑張れぞー、インターネットなら任せろー。まずは一番簡単な問題からいきましょう。では問題です。パソコンの電源を切ることを何と言うでしょうか。パソコンのこの機材、この部品の名前は何でしょうと聞かれたらどうしよう。画像がポーンって出てきて。いや、そう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 。これはちょっと無理すぎると思う。それでは全員一斉にオープン。デパちゃんシャットアウト。うわー、それ以外正解。うわー、アウトかっこいいけどね。ここはちょっと全員正解してほしかったかな。やったんすけどね。電源ボタン直押しのやついないでしょ。いやいやいや、さっき思いましたよ。直押しダメなの。シャットダウンするのにこれは残しておこうとか、パソコンがね整理した後にお休みってするんだけど、ブチって切るのは人間で言うとねらーっつってベッドの上にトーンって投げるのと同じだから。僕のパソコン今めちゃくちゃ深くかってたりする。まあでもそういうこと。じゃあ続いて、これも結構常識レベルですね。ファイルなどをコピーするショートカットキーはコントロールと何を押す。わかるやつ来てよかった。やば、どんな問題が来るかと思った。それでは皆さんの回答一斉にドン。コントロールと C。 大正解。はいはいはい、これとても便利なので覚えていきましょう。では続いて、 Windows を開発した会社はどこ。絶対聞いたことあるよ。でもゼパちゃん確かに MacBook のイメージということで、ゼパちゃんから見ていきましょうか。ゼパちゃんの回答こちら、ダイナブックか。あそこの種類なんだ。なるほどね。それでは他のメンバー見ていきましょう。こちら、マイクロソフト。正解。やったありますね。まあ、ゼパちゃんはやっぱ Mac 派っていうのもあって。そうですね、 YouTuber は Mac ですよみんな。まあ編集とかね自分でする人はそうかも。分からなかったですね、馴染みがね。それでは続いての問題。掲示板やチャットなどで本名の代わりに用いられる名前のことを何という。まあいわゆる、うん、普通に。ではまず雪村以外からいきましょうか。では雪村以外の回答こちら、アンドルネーム。大正解。うーイエーイ。雪村の回答がこちら、おてハンドルネームということでね。おてハンはニコニコの文化に近いかなという感じもありますけど、はい、それでは続いていきます。サファリ、クローム、マイクロソフトエッジなどのソフトウェアを何と言いますか。なんて言うのあれ。思うやつやってんのかな。なんかこういうさ正式名称系ってさ意外とわかんない。それでは全員の回答一斉にオープン。ブラウザ。大正解。それでは続いて、皆さんが使っている SNS とは何の略でしょうか。あーはいはいはい、これはね、あのここにね、なんかねいると思うんだよね僕。ゆきま以外いきましょうか。ではゆきま以外の回答こちら。またソーシャルネットサービス。残念。やっぱいるか。ゆきまの回答こちら、ソーシャルネットワーキングサービス。大正解。素晴らしい。そうか、SNS で発信した事柄が普段と異なって異常ではない数のいいねをもらったりリポストされたりすることを何という。まあ、要は普段よりいろんな人の目につく、そしていいねとかいっぱいされたみたいなのを何という。わかるかな。ではいきますよ。全員一斉にドン。雪村バズ、マリナルバズる、ゼパちゃんがマンバズ、オロカが炎上ということでね。これは正解は雪村とマリナルが正解かな。あー、確かに入らない。炎上じゃダメ。炎上は違う、
悪い意味じゃないですか。そんなバズるの語源は何でしょうか。どこから来てるかってことか。そう、まあ、例えばさ、それは草の草はなんか W が草に見えるからみたいな、そういう意味の説明をしてほしいってこと。では愚か以外から見ていきましょう。では愚か以外の回答こちら。雪村バズバズしてきた。マリナル騒がしい様子。そしてゼパちゃんがバグったと思うくらい流行る。バグったかな。はい、ということでちょっと3人は残念、不正解でございます。ということは愚かちゃんの回答がこちら。虫の羽音。大正解でございます。素晴らしい。これは知識ゲーですね。はい、続いていきましょう。インターネットの起源は何年でしょう。当てずっぽうでいくぞ。インターネットの起源、どれぐらいなんだろう。いつからあったんだろう。世界で初めてのインターネットではいいですか。全員一斉にいきましょう。全員一斉にオープン。1967年、1964年、1919年、1991年。全員残念。でもこれ難しい。めっちゃ昔からの人いない。いやー、もうこれ五感ですよ。五感で聞きました。言いたくなっちゃった。いやどういうこと。書きたくなるでしょ、これは。書きたくなっちゃうよね、わかるよ。それでは、正解はですね、1969年です。そんなんだ。続いていきましょう。世界で一番高いサイバー攻撃の被害額はいくらでしょうか。日本円でお答えください。サイバー攻撃？ね、被害額で。被害額？これくらい被害来るやろ、みたいな。それでは、全員一斉にオープン。一計600兆、200億、4兆ということでね。正解は約43億5000万円でした。みんなでかく見積もりすぎだった。そんなじゃないですか。一計とか言って。はい、では続いていきましょう。コンピューターやインターネット上に 3D で作られた仮想空間のことを何という？はい。最近流行ってますね。結構聞いたことはあると思う。ゼパちゃんとオルカ見ていきましょう。ゼパちゃんとオルカのこちら、バーチャル VR、バーチャル空間ということですね。違うの。では雪村とマリナルの回答を見ていきましょう。こちら、メタバース。雪村とマリナル正解。素晴らしい。いやー、聞いたことねー。何これ。バーチャル空間のことをメタバースっていう感じだね。何かやったんすね。そう、続いて、2007年にサービスが開始されたイラストや漫画などの投稿、閲覧が楽しめる会員制のウェブサイトの名前を何というでしょうか。これは、ゆきまとおろかはちょっと答えてほしいなぁと思いつつ。これしか知らない。いいですかね。ゼパちゃん以外見ていきましょう。ゼパちゃん以外の回答、こちら。ピクシブ、大正解。素晴らしい。うわー。そしてゼパちゃんの回答がこちら、ファンボックス。あー、いや、このイメージですよ。では続いて、みんなインスタグラムはやってますか。もちろんやってますよ。そんなインスタグラム、日本人でフォロワー数第1位は誰でしょうか。日本人といっても活躍しているのは韓国というのがヒントでございますね。でも日本でもめっちゃ人気。2位までちょっと教えますか。ちなみに5位が渡辺直美さん、4位が TWICE のミナさん、3位が宮脇さくらさん、2位が TWICE のサナさん、1位は誰でしょう。じゃあ、愚か見ていきます。はい、愚かちゃん、石本環奈さん、はい、そしてマリナル、BTS。 BTS は全員韓国の人ですね。そうだよね。いや、もう TWICE 来たからすごい人気だからね、BTS。 そう、ゆきまとゼパちゃんの回答が同じなので一緒に見ていきましょう。ゼパちゃんとゆきまの回答、こちら。 TWICE のモモさん、大正解。素晴らしい。よしちなみにフォロワー数は1484万です。めっちゃ多いね。そうなれるように頑張っていきましょう。では続いて最終問題です。 YouTube のチャンネル登録者数1000万人を超えたら受け取れるのは何の盾でしょうか。はい、もう副刀です。さすがにね。なんだ、マリナル。まさか。ではマリナルからいきましょう。ドキドキする。マリナルの回答こちら、ダイヤモンドですね。じゃあ他3人見ていきましょう。他3人こちら、ダイヤモンドということで全員正解。よかった。
ちなみに1億分かる人いる？ダイヤモンドの上があるの？プラチナ？1億はレッドダイヤモンドっていう真っ赤っかなバージョンがあります。いつか誰かゲットして見せてね、1億のレッドダイヤモンド。すごいこと言うな、そこのぞみ。OKOKOK。 はい、ということで以上でね、終わりたいと思うんですが、結果1位は10問正解で雪村ちゃん。おー、やったー、すごい。まあまあ、さすがにね。すごい、さすが。でもね、マリナルもおろかもね、1点差なんだよね、雪村と。で、ゼパちゃんは半分。あー、まあまあまあ。ということで、以上、パソハニパソコン&インターネットクイズでしたー。